Isn't it where Sukuma graduated? Sukumo no shushinko? Mukashi hikikomori inaru yori motto mae. Oh no, I got the wrong character. Sukumo wa kayotte ita no ga Kurokawa Gakuen. Ie. Sukumo-san ga itteta no wa tsushin sei no kokou desu. Yeah, I got the wrong character. It's been a long day, man. Nani? Sukumo is the internet dude. Sukumo to Hoshino-kun. Sashi de. Ee. Tanoshikatta desu yo. Kimi ra 2 de nani hanasu nda? そんなのどうでもいいじゃないですか。本当にどうでもいいです。八神さん、黒川学園が何だというんです。あ、そうだった。知恵。What's the name of the academy? Was I just at that school? いじめの調査に入った高校。あそこの学校は。星稜高校ですね。 Yeah, I didn't think it was that one. So someone's spying on me that went there. Who's spying on us? Dude, this is the problem with not being able to play this game. I forget. Someone's spying on me went there. 俺が巫女柴の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見せた奴らがいた。 Yes, there were three dudes. 3人組で。事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、マミヤユイも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今マミヤユイとエハラの接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。マミヤユイの実家から近い。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎。司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え？星稜高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。All right. Previously during the investigation. 無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。Damn. Converging heat. ミコシバヒロ殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明宏が息子の敵を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出たミコシバを車で拉致、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分ミコシバが
江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越場殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越場殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越場を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越場の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越場の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越場を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越場博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人帳に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りた。Oh shit. サワ先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も。He's 30 and he was in her class. There you go. She's 30. そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで、
ふーん。それって今回の事件と何かつながってくるか？どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的にミツル君を小突き回してたそうで。ナイス。うわ、口に雑巾を加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そして充君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。Excuse me. あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずが、えらいことになってきたな。Okay. Well done. All right. It could very well be that everyone's in on it. 痴漢の汚名を着て息子の仇を討ち、全部捨て身でなきゃできねえ。僕は江原をずっとハレンチ警官と思ってましたよ。きっちり報いを。でも実はそう思わせるように仕向けられてたんですよね。僕らも検察も世間も。お疲れ様でした、八神さん。今日はもうゆっくりしてください。 Hit the couch. Why do we sleep on a couch? All right, well, the detective agency is right down there. Let's take a look at what else we've got going on. Not that one, that one. Did we? Oh, yeah, we bought some stuff. We got boost health. We can get boost attack as well, I think. Can we get another one? We can. You know what? Yeah, we're going to go for it. We're going to boost our attack to full 80,000. Shit. Okay. We got some buzzers to do. We're going to stick to the main story. This has already taken us long enough on stream. So I think what we'll do for this is do the main story. Do some side stuff, probably not too much. Finish the main story. And at least on stream, move on to the next game. And I'm going to try and clear some side stuff up. To get a little bit further in progression. And then at some point in the future, we're gonna head back and do all the Yakuza games and Judgment 1 and this on the hardest difficulty. Which you only unlock when you finish the story, so. Or at least you did in all the others, so I assume this is the same. There is actually a difficulty harder than hard that you unlock. And there's normally a trophy for finishing the game on that. So that's what we're going to do with all the Yakuzas and the Judgments. Except for, Like a Dragon. I don't think that Yakuza has a harder than hard difficulty. If I remember right. I've only played that one the once, so. But we'll go back to that one as well and play that through. We're going to rest, yeah. So, yeah, I think that's going to be the plan for this. I wanted to do a more full playthrough, but I also thought I'd have more time to do a full playthrough, so. Keep hitting
roadblocks at the minute with the streaming, which is a bit unfortunate. Are? Yeah. のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。わかってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況わかってる海藤さん。沢先生も三越場殺しに一枚噛んでるかもしれない。I don't think he cares, does he? お前こそわかってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。You got anything to say? No? Let's check out the, we got some games for this. The Master System! Select game. There we go, look, we got... Oh, it's gonna play a little trailer. I don't know if I ever played any of these. Alien Syndrome. Japanese version. Do we get different games? It's got a different name. Cool. Sega. All right. Dude, you ever do the dishes? What the f- Ew, man. We've only been back in Kamurocho like a day or two. There's no way we use this many dishes. These things have been here since probably before we went to Ijincho the original time, like... Oof, alright. Orion's rival appears. That's the dude that was climbing up the wall in the first one. All right. What else we got? Cleared why I donned the costume. School stories, biker gang. Retrieve... from item box. Is that a DLC one that we only retrieve when we've got the prerequisites, perhaps? Don't know. I don't know. Right, anyway, taxi. Nearest taxi. Okay, let's go.
back to the school. Osh. Ja, ora, Tsukumo no toko ni itte ru ze. Shūka gai de hara goshirai shite kara na. Itsumo tanoshi sou da ne, Kaito-san wa. Ii mise bakka da ze. An dake kazu aru to 1日 4,5 件は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ。阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よお、阿久津。なんでお前がここにいんだ？おい、ほらこっちだって。カイトーだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。あれも RK のやつらかな。結構な人数。Trying to muscle in on some shit. ああ。カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん。まあ、奴らが何してようが、わざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。Okay, we're gonna head out to Surya High, which is right down the road. All the way down the other end. Thankfully, we got a skateboard! Woo! Yeah! You know, I didn't know I could hold it down. Cool. Not that way. There we go. Oh, we got detective dogs as well. Can we use them? Bring them. No, we aren't.Didn't they say actually he just shows up to us? I think. We'll find out, I suppose. Another reason I want to get through the stories quicker is because you unlock more and more stuff the more you do. So. Did we miss that? Nope. And there she is. She's always there. Sure, she looks worried. Yagami-san. Domo. What up, doll? 少しいいですか、先生。あの、みこしば君の動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか？それなら三越場君を殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか？名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。
間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、鈴木ゆい、そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか？彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした？そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです？間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです？なんでゆいが江原さんと。If that, she's a really good actress. Yeah, there you go. Yami and me are on the same wavelength. 今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆい。I call them as they come, sister. 友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんの息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本充くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本充の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の。 She's very very dismissive of everything, isn't she? 追われてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越葉殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。あら、なお。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。I still don't see that dog champ, man. I haven't got that extension yet. Oh, that's it. We just gotta leave the high school now.
door always gives me shit. I never get out of that door the first time. Ah, Saori-san? Yagami だけど。沢先生と話せましたか。ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。Mm-hmm. その件ですが、星野くんの方でもネットで新発見がありました。Well, that dude is a whiz. そのいじめ加害者は、He's been finding all sorts of shit. 13年前、ミスルくんが校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になるとこちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの。ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。I wonder if he's that dude that got killed that RK were looking for. 笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、カバイはほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。It's that dude. It's that dude. こいつ。知ってる顔ですか。この間、RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。ええ。確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合信也だったのか。See, my detective senses, they just tingle, man. なんで今だって RK が探すんだ。彼らはその河合を見つけたんですか。いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前に、カムロ町から姿消してそれっきりなんだ。殺された。ああ。でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越葉と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう。カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの人。 Oh, both in his case. 確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。